Thank you. ありがとうございました。いつもその支援活動、で、演奏、しました曲。なぜかというと、少しでも音楽を通して、被災者の皆さん、そして周りの皆さんに、元気と希望を伝えようと思っていたからですね。やっぱりそういう大震災があって、いろいろ、建物とか、全部砕かれてしまいました。そして、そうですね、その大震災によって建物などだけじゃなくて、ある程度は、日本という国も砕かれたと思いました。そしてまだまだ、復興しつつだと思います。ただ私は、それを通して、習ったのは、その砕かれた物事を通して美しさが現れることですね。それをちょっと皆さんにお話ししたいと思います。今この少し前にですね、今、宮城県の石巻という町がありますよね。そこでやっている、素晴らしいプロジェクトを、知って、のぞみプロジェクトというのですね。そこで、割れた、器の、かけらを使って、アクセサリーを作っています。サンプルを持ってきましたから皆さんに見せたいです。私の家内が、買った、ペンダントなんですけども、このペンダントがどれくらい見えるかわからないんですが、多分お皿とかお茶碗からかけらですね。でもそれを磨いて、そして、この糸につけて、いろいろ他の飾りをつけて、このアクセサリー、ペンダントを、作りました。
すごく象徴的に意味深いと思います。このかけら、この砕かれたものを使ってこんなに素敵な飾り物が作れるんですと、最初に気づいたら素敵だなと思いました。まあ、その大震災によって砕かれた物事はやはり、このお皿とか建物とか、それだけじゃなくて人の心も砕かれたと思います。でもそれを通しても、素敵な美しさが見えるようになると思います。当然皆さんにとって私も日本在住しているから、私にとっても大震災はすごく大変なこと、でしたが、それぞれの人生にも、それぞれの皆さんも、多分心の大震災を過ごしたことがあるかなと思います。私はクリスチャンホームには生まれていないんですが、ちゃんとしている、アメリカの家族の元で、育ってき、ました。でも、最初からはですね、一番大切なのはまずルールを守って、そして、学歴を第一にして、そうすると人生はうまくいくだろうと、いつもいつも教えてもらいました。それはある程度すごいいいと思いますが、簡単にですね、完璧主義になってしまいます。特に私はすごい完璧主義者でした。小学校5年生の時をよく覚えてます。学校が始まったその、最初の日に、今年は、何も失敗せず、ように頑張っていきたいと思います。意外と、それは、1週間ぐらい、できましたが、ある日はそうですね、ノートを家に忘れてしまって、もうボロボロ泣いてしまって、じゃあもうおしまいだと思って、それほど完璧、主義者でした。そして、完璧、主義だとですね、よくその失敗を自分のせいにする。そうすると、鬱になります。私は10年間ぐらいその鬱のためカウンセリングを受けました。でもそれだけじゃなくて、自分のせいにすると人のせいにするとですね、私の人生ではたくさん、成功もありました。失敗もたくさんあったけど、成功もたくさんありました。いい大学に、入学ができて、ハーバード大学を、卒業、することも、できました。そしてニューヨークの厳しいジャズ、界で、たくさん有名なアーティストのバックで、演奏、したりして、そして、世界ツアーとか、たくさんの CD、録音とか、そういうことをたくさんできました。そして、素敵な日本人の女性と
結婚することもできました。が、そのうちにですね、もう完璧主義者だから、いくら成功しても足りないと思って、まあ、自分のせいにもしていたんですが、奥さんのせいにもしました。そしてそれによってそのうちに お別れになって、そしてその後離婚になってしまって、自分の心が砕かれてしまいました。でどうすればいいかもう全く分からなくてね、自分が愛ができるか、愛されるか分からなくなって、もうどうしようもない状態に、なってしまいました。ただ神様はですね、そういうことを人に自分の愛を見せるために、表すために使いますね。一つ御言葉、私が大好きな御言葉を皆さんと分かち合いたいです。 The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. 神への生贄は砕かれたで、砕かれた、悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんというのがありますね。でもちょうどその心が砕かれた時に、友達にニューヨークの教会に、誘ってもらいました。そしてそこで、長いプロセスがありましたが、イエス・キリストを自分の救い主、そして神様として信じるようになりました。そして神様はその砕かれた物事を自分の愛を、表すために使ってます。それは一番最初の段階じゃなくて、ずっとクリスチャンになってからも、そういうふうに、神様が、私を扱っていると思います。もう一つ、素晴らしい、ストーリーを、聖書から、皆さんに、読みたいと思います。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取って、その壺を、割り、イエスの元の足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家はその香りでいっぱいになった。そしてイエスが言いました。まことにあなた方に告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。それはマリアさんの話ですけれども、それは私とはどういう関係なのかな。でも実は私だけじゃなくて、イエス・キリストを信じる皆さんに関係があると思います。もう一つ最後に、御言葉を皆さんに伝えたいと思います。神はいつでも私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。
私たちの砕かれた姿を通して、砕かれた、才能を通して、砕かれた知識を通して、砕かれた心を通して自分の具合を、伝えて、くださいます。まあ、私の、希望としては、私の音楽を通して、そして、他の、音楽以外の、人生を通して、この香りが、出てきて配っていて、神様の愛を、この国、そして、この素晴らしい世界に、伝わると、いいなと思います。長い、砕かれた話を聞いていただいてありがとうございます。